どうする？あと5回くらいはいっちゃいますか。じゃあまた5回くらいはやっちゃいますか。なんか気になるんですね。お願いします。また気に入るか。こいつ何回も出たんですよ。なんかムカつくんだよな。何回もさ、さ、イリオスとかさ。じゃあ42回目。ティアパンチ、ティアパンチ。なんかいい予感です。いい予感です。見てない。見てない。何が出た？また？まあ、まあ。なんかね、今回はね、ちょっと闇属性のやつはね、3回も出たんです。今回はガーディアン。まあ、多分アニマの方だけは育てますか。もういいか。23かな。43ですね。43回目。かね、知らな、ガーいらないね。全然使ってない。こいつは持てるけどさ、マックスの方で44かな。44回目。マジですか。こんなに難しいんですか、スミキニとは。また気に入るか。赤になるのか。全然なってないけどさ、前からか。そっか、なってないか。エリアか、いらないね。アニマだけどさ、いらないな今頃は。じゃあ最後、では最後どうやってやるか。じゃあいますか。まあいいか。なんか45回やったらさ、死に目ど3体しか出てないんです。3体というか5体だったんですよ。5回だったんだけど3種類だけ。まあいいか。次はね、なんかイベントクリア召喚なんかね、レッツアップのやつをの時にまたやりたいと思います。まあとりあえず今回はこの3体で終わりにしますか。アニマだけどさ、持ってるからか。いらないのか。もういらないんですわ。じゃあまあ一応これで終わりにしますか。まあなんか3年だったんだけどさ、3体しか出てなかったんです。で、一応これで終わりにします。ご視聴ありがとうございます。